次に山岡達丸君、山岡君。山岡達丸と申します。すみません、皆様、委員長、そして理事の皆様にはですね、ご後輩賜りまして、また質疑の時間をいただきましたことに、心から感謝申し上げながらですね、今日もまた、コロナウイルス、これに関わるですね、経済のさまざまな悪影響、今出ているわけでありますけれども、その中で、私の、北海道でも今起こっている事案等もですね、ご説明させていただきながらですね、ぜひ大臣にですね、さまざま、対処していただきたいという願いも込めてですね、質疑をさせていただきたいと思っております。4月7日にですね、緊急事態宣言が出されました。16日には全国に指定が広がっている。今週中にはですね、地域によっては解除のことも検討するかもしれないというようなことが伝えられているわけでありますが、一方でですね、この経過で言えばですね、もともとは5月6日と言われてたのが、延長されて、5月末になっているわけであります。北海道は、この緊急事態宣言の中でも特別警戒都道府県ということになっているわけでありますけれども、かなりぎりぎりのタイミングでの延長もあったりしてですね、いろいろこの緊急事態宣言をめぐってもですね、さまざま影響を与えているわけでありますが、まず大臣に率直にお伺いしたいと思いますが、この緊急事態宣言が出されですね、当初の予定よりもですね、また大幅に延長になっていると、この状況をですね、今、どのようにお考えか、どのような所感をお持ちか、このことをお答えください。梶山経済産業大臣。重大な、経済の危機だと思っております。民間のエコノミストの調査においても、かなりの額の経済損失というものも出ておりますし、人の往来ができないということは、日常の生活の消費もできない、そのことによって生活の様式も変わる、さらにまた、需要という点で大きくさまざまなものが変わってくると思いますし、自動車の日本の中心の産業であります自動車なども、やはりその自動車を買いに出かけるで、また見に行く時間もないという中で、大幅に需要が下がっているということで、すべての製造業、また小売業、産業にすべてに影響があると思っております。山岡達丸君。すべてに影響があるというお話もいただきました。この5月4日に延長されたですね、ことをですね、受けて、おそらく今日ご出席の委員の皆様のご地元でもさまざまあったと思うんですが、北海道の私たちの地域においてもですね、まずこういうことがありました。宣言がですね、延長するということが発表されたのが5月4日というのはゴールデンウィーク中でありました。4月末ぐらいからそういう観測が流れていたというのは報道ではありましたけれども、しかし行政上の決定は5月4日と、そうしますと緊急事態宣言に合わせてですね、北海道の自治体の取り組みとしていろいろ協力をしていただいたところを、協力金を支払うとか、もともとは総務省がそういう交付金を出すということを前提にですね、そういう措置ができるわけでありますけれども、それは道でもあり、あるいは市でもありですね、各地がですね、この5月6日までの緊急事態宣言に合わせてですね、いろんな施策を打って、そして今、大臣おっしゃいましたけれども、緊急事態宣言を受けて、いろんな影響が出ることを少しでも緩和しようということで、やってきたわけでありますが、ゴールデンウィーク中の発表だったということもあってですね、5月4日の夕刻でしょうか、北海道においては、北海道庁がホームページにおいてですね、緊急事態宣言が延期されたので、当初5月6日までこの自粛をすればですね、協力金を払うということだったけれども、15日にしますということを発表したと。でもゴールデンウィーク中ですから、7日から開始しようと思ってた人たちはですね、もう6日、5日には当然開店の準備をしなければいけないと、飲食だったら仕込みをしなければいけないと、4日の夕刻以降にそうしたことがですね、国のことを受けてどうも発表するわけでありますけれども、まず情報がきちんと行き渡っていないと、そして、ウィーク中であったということもあってですね、この各市の地元新聞というのもありますけれども、タイミングもよろしくなかったということも言えるんですけれども、休館日と重なったりしてですね、十分に事業者がそうした情報を知らないまま、
5日6日にはですね準備をし、7日にはですね、まあ、場合によっては開店される方もいたし、7日の平日になった時点で、まあ、国が延期したのは報道で知ってたけれども、道とか市とかのそういう協力金もいきなり2日前にですね、知らないところで伸びて、そしてそこまでやらないとですね、なかなか協力金も出せないよと、0円だよという話を知ったというケースもですね、多数生まれました。まあ、これは道とか市とかのですね、まあ、総務省を経由した交付金の関係性であるので、国の経産省は直接ですね、この部分について何かどうこうということではないんですけれども、しかし、事業者の立場にしてみればですね、実態としてこの緊急事態宣言が延期された、そのタイミングが5月4日だったと、そして延期の理由はですね、当然人道上、人の生命上の理由でありましょう。まあ、そのタイミングもいろいろ検討があってそうなったのかもしれませんが、しかし、今ここは経済産業委員会であって、経済の面から見ればですね、この急遽の延期によってさまざまな状況が生まれて、多くの、まあ、まさにさらなる負担をかけてしまったということも今出ている状況でもあります。まあ、このほかですね、さっき大臣が田島委員のご質問にもお答えしましたけれども、さまざま多数課題が積み上がっている。二次補正も組むんだと、そういう方針を立てるんだということが、今、総理がそういう方針を立てているということも報道出てますけれども、大臣、ぜひこの場でお伺いしたいんですが、緊急事態宣言が延期された、まあ、このことを受けてもですね、経済的被害はまた状況変わって、まあ、いろいろ出てるわけでありますけれども、発表のタイミングもぎりぎりだったことによるですね、さまざまな準備によるさまざまなその負担の積み増しがあると。そのこともぜひご理解いただいた上でですね、この二次補正に向けてですね、まあ、報道によると何か限定的なですね、ことになるんじゃないかなんてこともありましたけれども、まあ、先ほど田島委員もおっしゃいましたけれども、持続化給付金、まあ、もう一回やると。それぐらいのですね、別に同じ仕組みじゃなくてもですね、それぐらいの大型の支援措置をですね、経産省からもぜひ提案していただきたいと、その思いでありますが、大臣ご見解伺いますでしょうか。梶山経済産業大臣。自治体が予定をしていた協力金については言及を控えさせていただきますが、企業にとっては予定していたお金が入らないというのは大変大きな影響が出てくるわけであります。やはりその入ってくるという前提でお金の運用を考えているということでありますから、まあ、そういったことの内容に考えていかなくちゃなりませんし、資金の手当てができるような状況にしなければならないと思っておりますけれども、まずは持続化補助金、持続化給付金の手続きをしていただいて、早ければ最速1週間ぐらい、まあ平均で2週間であれば、この100万、200万を上限とした給付金が入る形になっております。そして5月7日には、5月8日には第1弾として、200数十億円、振り込みもできました。さらに5月1日から、政策金融公庫、日本金融公庫のその融資の条件が民間金融機関でも受けられることになっております。これは公庫で受けたもので重複しても民間でまた受けられるということになりますので、ぜひこういったものもご利用いただきたいと思いますし、こういったところがまず公庫の窓口が混んでいるということで民間でできまいかということでやり取りをしながら、民間の窓口も5月1日から使えるようになった。まだ周知がすべて徹底しているとは限らないと思いますけれども、まあ、こういったことも含めて、あらゆる今の手立てをご利用いただくということと、まあ、それで足りなければ、やはりしっかり政府側も検討していくということになると思います。山岡辰丸君。まあ、今、大臣おっしゃったのは、先日の補正予算で組まれたですね、さまざまな施策を通じてということでありましたけれども、まあ、何度ももう散々申し上げているし、大臣もご認識だと思っていますが、事態がどんどん変わると、そして事業者が予定していたお金が、これは行政上の都合で、緊急事態宣言延期に伴ってですね、財源の問題もあって、それも延期したと、本当にですね、厳しい状況だということを改めてお伝えさせていただきたいと思います。で、民間の金融機関を利用していただきたいと、これは一つの大きな施策でありますけれども、これも散々議論してきたことでありますけれども、やはり金融というのは、あくまでもいつか返さなければならない、まあ、そこに対する心理的な負担も大きいということがある中で、大胆な対策というのがですね、これはやっぱりですね、やっていかなければならないという思いでありますので、
まあ、あらゆる手立てをして足りなければやるということをですね、今おっしゃったわけでありますので、まあ、そのことに強い期待を込めてですね、二次補正ではですね、経産省から大きな提案があるんだということをですね、私は期待を込めてですね、今ここで、まあ、その思いを述べさせていただきたいと思いました。そして、まあ、今報道等によればですね、まあ、今日私この場では大きく触れませんが、野党も提出させていただいておりますが、家賃賃料に関するですね、支払い等に関する支援とかですね、まあ、あるいはちょっと K さんから離れますけれども、学生さんへの支援とかですね、まあ、あるいは雇用調整助成金の上限額の引き上げとかですね、まあ、いろんな財政的な措置も、まあ、盛り込まれるということが伝えられているところであります。で、経産省においてもですね、まあ、これは報道のことでありますけれども、いわゆる事業者給付金が当たらないところの、まあ、一部のですね、座所得とか給与所得、まあ、こうしたところを申告している個人事業主も給付金の対象にできるような、まあ、これはどういうパターンを想定しているのか、これからまた聞いていかなければならないんですが、例えば掛け持ち副業とかですね、まあ、いろいろなケースでですね、所得を座所得とか、まあ、いわゆる給与所得にしている方もいらっしゃるんでしょう。そういう方も含めてですね、やっていくんだというですね、かなり幅広くやっていくという姿勢を示されているところであります。まあ、そこでですね、今日ちょっと私の地元の一つのケースからですね、ぜひこのケースも救っていただきたいということをお伝えさせていただければと思います。まあ、先の質問でも出た、いわゆるその新規事業者の話なんですけれども、まあ、このことについては今の事業者給付金でも一部は特例を作られてですね、助けられていると。そしてまた家賃に関してもですね、家賃のこの支援に関しての議論もですね、例えば1月、2月に事業を始めようとした人たちが、まあ、給付金とかに当たらなかったり、支援に当たらなかったりとかしても同じように困ってるじゃないかという議論があってですね、まあ、こうした新規事業者、新しく作った人たちということへの支援もという声はあるわけであります。私が今ここで申し上げたいのはですね、コロナのこの情勢下で、この後新たに、新規事業を創設しなければならないというケースもあるということをお伝えをしたいと思います。というのはですね、まあ、飲食はご多分に漏れず、どこの地域でも、まあ、多大な影響を受けているわけでありますが、北海道は、まあ、かなり早い時期から独自の緊急事態宣言をするなどしてですね、早い段階からですね、まあ、外国人の観光客もいなくなり、そして、域内消費もですね、相当落ち込んだということで、まあ、おそらく全国でも有数のそういうふうに被害を受けた、まあ、場所であるわけでありますけれども、飲食店の経営者とですね、まあ、このいわゆるオーナーと経営が大体一体的であればですね、いろいろな持続化給付金を直接いただいたり、あるいは融資をですね、直接いただいたりとかして、まあ、なんとかしのごうと頑張っているわけでありますけれども、オーナーがですね、メインの仕事を持っていて、その中の一部にですね、飲食の業があると。このケースにおいて、もう今ある、少なくとも私が把握しているケースでは、オーナーが飲食部門を切ってしまう、そこにいる方を、まあ、残念ながら雇用調整助成金もですね、制度の簡便化が間に合わずにですね、もう解雇通知をしてしまって、もう皆さん雇いきれませんよと、失業保険を もらってくださいということで出してしまった。そのことを受けて、従業員はずっと、まあ、オーナーがいるとは言ってもですね、事実上、まあ、その 部長 の, そのある部門でですね、この飲食が経営されてきた、その方がですね、従業員を解雇してしまって、もう事業は継続できないよりは、この店舗を維持して、そして私たちだけでも店を守ろうということで、独立をするという決断をされました、6月から。これはですね、この1月、2月に創業した人がかわいそうだという話とも違います。コロナにおいて、新たにやることによって事業を守りですね、従業員を守りですね、地域のですね、いろいろなこのさまざまなつながりを守っていくという、その決断の中において、コロナ禍においてですね、独立をして新規創業するということが今、行われようとしています。今日、経産省も、呼んでおりますが、このコロナ禍における新規創業の方に関してですね、これ、どんな支援が当てられるんですか。経済産業省渡辺経営支援、あ、失礼、中小企業庁渡辺経営支援部長。お答えいたします。経済産業省では、新規開業者に対して、
事業計画等を審査することにより、無担保、無保証人で活用可能な政府系金融機関の融資などにより、資金調達を支援してございます。また、小規模事業者持続化補助金につきまして、2020年に創業した事業者に対しましては、上限額を通常の2倍に当たる100万円に引き上げる特別措置を設け、販路開拓を支援してございます。加えまして、創業を希望する事業者につきましては、全国の市町村等においてワンストップで創業を支援する体制を整備しており、事業計画の作成等のご相談をいただけるような体制を整えてございます。こうした資金調達、販路開拓、事業計画策定など、新規に開業する事業者が直面する主な課題をはじめ、事業者の皆様方の個々の課題や声に丁寧に向き合い、必要な支援について検討を行ってまいります。先ほどの質疑にもありましたけれども、給付金と補助金は全く性質が違って、補助金は手出しがあるものではありません。で、今、一言ですみません、もう一回質問しますので、お答えいただきたいんですけれども、この、補助金の話は置いといて、経産省に伺いますが、これはコロナ禍じゃなくても使える措置でありますよね、確認させてください。渡辺経営支援部長、お答えいたします。委員ご指摘のとおりでございます。山岡辰丸君。今お話にもありましたけれども、新規創業というのは基本的に経産省としてもですね、国としても応援をし、やっているわけで、そこに関する基本的な支援策というのを今申し上げられて、結論から言えば、通常と変わらない、措置しかなかなかできないよというお話を言い換えたということと理解しておるところであります。で、先ほど大臣はですね、いろんなことをやっていきたいということもお話しされたし、そして、報道によればですね、給付金が当たらない人たちにも光を当てたいということで、いろいろな課題が2月からずっとあるわけでありますけれども、これからはですね、その大きな網の中でかかる人たちだけじゃないところもですね、しっかりと助けていきたいという思いが込められているからですね、そういう話がされているんだと思っております。この新規事業のケースでもですね、例えばその会社が別の、お金を余力のある方に売ってですね、そこでやるんであればですね、別ですけれども、従業員たちがですね、自分たちの会社を、自分たちの仕事を守るためにやろうというケース。これ本当はオーナーが給付金をもらう権利もあるし、オーナーが無利子無担保で融資を受けるというのが今のコロナ禍の政策でありますけれども、今のお話ですと、新規創業の融資はですね、少なくとも無利子ではないわけでありますよ。事業者給付金も当たらない。こういうですね、非常に難しい事例でありますけれども、こういうことに対してもですね、このコロナというですね、異常な事態の中で、事業者に対しても給付するという異例の措置を取っている中でですね、こういうケースもぜひ拾っていただきたいというふうに思いますが、大臣、ぜひご見解を伺いたいと思います。梶山経済産業大臣。持続化給付金は、個人または法人で事業を営む人たちを支援していこうという趣旨で行われております。そして、簡易な申請で、迅速に支払いをするということも、第2、第3の目的として挙げられております。そういった中で、どう確認するかということで、申告書の中で事業の収益がある方という形で、まず一つの括りをさせていただいている、そしてウェブ上の申請において、迅速に支払いをするという形でやっております。今回、このコロナ禍で新規創業をする人にという話は、私も初めて要望を聞くわけなんですけれども、やはり従来の創業のものを使っていただくことがまず第一であると思うとともに、個別の状況がまたそのもともとあった会社から分離をするとか、そういうものの、そのどう判定するかという問題もあり、こういったことの補助金や給付金ということになると、非常に迅速性というものに欠けてしまう可能性もあると思っております。ですから、迅速性というものも考えながら、どういった形で拾えるか、補助金はだめだと言わずに、補助金であってもそういうものが入るものができるのかどうかというような検討はしていきたいと思いますけれども、すべて今回の給付金に入れろという話になると、なかなか本来の趣旨が失われてしまう可能性があるということで、また議論があると思いますけれども、フリーランスの方の雑所得や、給与所得、そういったものの対応をどうするかということも含めて、いろんな検討を今しているところであります。山岡辰丸君。
これからですね、二次補正が組まれるという話があるわけでありまして、まあ、私は最初にも申し上げましたけれども、今抱えている課題のことをですね、経産省の立場からぜひいろいろ提案していただきたいんですよ。フリーランスの話も今ありましたけれども、それは給付金では大きな網掛けではかからないところを助けていただくというですね、そういう姿勢だと思ってますので、私が申し上げたケースは極めて難しいかもしれないし、ハイレベルな話かもしれませんが、しかし、行政の理屈ではなくて、地域の事業者の本当に素朴な思いとしてはですね、コロナの中の厳しい思いでこの状況に追い込まざるを得なくなったと、追い込まれてしまったということには変わらないわけでありません。こういうところにですね、大きな網掛けは行政の皆さんのですね、これ事業者給付金っていろんな批判も出てるかもしれませんが、私は短期間でよくインターネットの仕組みでですね、この申請の仕組みも作ったと思ってるし、この仕組みが次に様々活用できるんじゃないかということを思ってますので、これは作った担当者の方をですね、ぜひ大臣もですね、これはある種批判もあるけれども、よくやってるというところもぜひご理解賜れればと思うんですけれども、しかしそこでカバーできないところはですね、政治の中で、まあ、議会でもお伝えさせていただきたいと思いますし、こういう団体からいろんなヒアリングをしてもですね、聞こえてこない一つ一つのケースについてですね、ぜひこのコロナ禍においてはですね、拾っていただきたいんです。これは多分他の委員の皆様のご地元だってですね、こういうケースもあるでしょうし、さまざまいろいろですね、コロナで厳しい思いをしているのに、典型的なケースじゃないばかりに引っかからないという方もいらっしゃると思うんですよ。このことをですね、ぜひですね、大臣にはですね、ご理解賜りたいと、この改めてお願いをさせていただきたいと思います。補助金の話がありましたんで、最後補助金のことを、すみません、今日は経産省にいらっしゃってますんで伺いますが、小規模事業者持続化補助金、まあ、今大臣からも散々お話ありましたけれども、特別枠、通常の、まあ、補助金もですね、コロナの、まあ、被害を受けた場合は加点措置があるということになってますが、特別枠についてはですね、いろいろ要件を揃えればですね、まあ、これを100万円にするという補助額を増すよという話であります。まあ、補助金というのは当然手出しがあっての補助金ですので、まあ、かなり余力のある事業者じゃないと厳しいということでありますが、しかし私が地域でさまざま聞くとですね、まあ、飲食とか、まあ、いろいろなですね、あるいは食品の仕出しとかですね、この今回、本当に大きな影響を受けた人たちがどういうふうに展開していくかと、出前をしよう、テイクアウトを対応しようと、このことについてはですね、この持続化補助金のいわゆる特別枠で見れるわけでありますが、しかし一方で、事業形態によっては、出前だけをできると、出前に転換できるというところばかりじゃないわけであります。でそうすると、私が聞こえてくるのはですね、やはりですね、店内の衛生環境をしっかりと整えてですね、それを集客のアピールにしようということを、今、一生懸命検討している方がいらっしゃって、それをなんとか補助金で助けてもらえないのかということを聞きますとですね、もうこの特別枠っていうのはガチガチに3つの要件を固めてしまっていて、まあ、物流のいわゆるサプライチェーンの既存とか、テレワークとか、あるいは非対面型のビジネスですよということで、まあ、ガチガチに決めてしまっているんですけれども、コロナのさまざまな工夫の中にですね、衛生環境の向上のためにさまざま改装を行うと、さまざま設備を整えるということもですね、私はこれからニーズとして十分出てくると思っております。まあ、これは技術的なことも含みますので、最後、経産省にお伺いしたいと思いますが、ぜひこれをですね、なんとかこういうこともぜひ拾っていただきたいと思いますね、見解を伺いたいと思います。渡辺経営支援部長。お答えいたします。令和2年補正予算におきまして創設いたしました小規模事業者持続化補助金の特別枠につきましては、委員からご指摘がございましたように、3つの要件と。いうのがございます。サプライチェーンの既存への対応、非対面、型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備などの前向きな投資を行う事業者にを対象にして、補助上限額を通常の2倍の100万円に引き上げるという措置をしているものでございます。でこの特別枠のですね、申請にあたりましては、補助対象経費の6分の1以上がこの3つの類型、取り組み類型のいずれかに合致する投資であれば、それ以外の投資につきましても、販路開拓につながる取り組みを幅広く支援できることになってございます。このため、ご指摘の衛生環境向上を通じた集客への工夫の設備投資につきましても、3つの取り組みの類型とですね、組み合わせて、
申請していただければ支援可能であり、積極的にご活用いただければと考えてございます。山岡辰丸君。まあ、もう時間ないんで、短くしますが、もう補助金という枠組みを作ってしまって、3つのこのガチガチの仕組みを作ってしまって、これからのニーズを全部拾いきれるかというのは、まあ、非常に、まあ、まだまだこれからいろいろ声が上がってくると思います。もちろん今のお話のように工夫して使ってほしいという話もありますが、ぜひ二次補正でいろいろ提案するんであればですね、そういう新たなニーズも拾えるような補助金の創設も含めてですね、大臣に検討いただきたいと、このことをお伝えさせていただきまして、質問を終わらさせていただきます。次に落ち合い